メイクさん、大岩はじゃあ何してるいや松岡さん、こういろんなキャラクターがいらっしゃる中で、はい、このベルから見たシルとかアイーナ、春姫の印象いかがですか？いやそうですね、シルさんに関して言いますと、まずシルさんからなんですけど、シルさんはやっぱりちょっと得体の知れない部分があるんですよね。この人、危ない。ちょっと危ない。まあ最新刊見てる方ならはもう分かってますよね。そうですね。なんですけども、そう言っちゃいけないし。まあ、でも最初の頃からまあ愛情深い方なんだなとは思ってました、ね、あの弁当もそうですけど。そうですよね。あんなボリボリする弁当なんてありますか？それを聞きたいんじゃないんです、ベルさん。え、ベルさんはシルが好きなのか聞いているんです。ノーコメントでってなっちゃう。どうしたらいいのこの空気。やっぱヘスティアが僕の中で結構好きだったんですよ、そしたら、あ、こう来たかという、春姫という、ね、ルナールのね、あの尻尾もふもふ着物でちょっとあのトロトロした感じの雰囲気トロトロした感じ、トロトロっていい意味でですよ、あのいい意味のトロ目みたいな、あ、トロ目、あ、垂れ目みたいな、みたいな感じだったりとか、うわ、こう来たかの後にめちゃめちゃウブっていう、鎖骨見ただけで失神するっていう。確かに可愛いですね。これは絶対に助けてあげなければならないなとは僕はあの時に確信しましたね。うん、何番目に好きなの？はい、何番目に好きなの？勢力図があるんですもんね、だったらやっぱ順位的なものはきっとありますね。それが言えるかどうかのところも悩ましいけど、松岡さん、ベルさんに聞いてるんじゃないんで、ね、ベルさんじゃないですか、ね、確かに。だとしたら、お、いや、今僕1位かもしれないです。おーすごい。だベル君じゃなくて松岡さんとしてですもんね。一個人としては、松岡さん、あんなにヘスティアって私には言うのダメですよ。いや、くさ、私が神です。これは